どうも、ゆりゆりです。今回は、報告があります。チャンネルのテーマを変えようと思います。今まではトリック動画だったんですが、中学受験の動画に変えようと思います。何か喋る？なんで急にそうなったの？中学受験にも興味があるし、少し思ったんですが、再生回数を上げようと思ったら上がるのかね、そんなね。まだ分かりませんが、つまり何、どういうことなの？それって急に中学受験やりたいって思ったってこと？はい。なんで？僕にはお姉ちゃんがいるんですが、お姉ちゃんも受験をしてるので、お姉ちゃんと、クイズで競ってみたいと思ったからです。クイズ？はい。大丈夫かね、君。ね、多分大丈夫だと思う。本当。申し訳ないけど、お父さんから見ると、スプラトゥーン大好きな小学生、コロコロコミック大好きな小学生じゃないですか。はい。ね、お姉ちゃんは結構真面目なタイプなんで、はい、コツコツやってるけど、正直、龍くんは続くのかなって心配してます。お父さんは。きっと続きあります。で、それで何、この動画はどうしていくの？その中学受験で、そもそもあなた何年生？3年生なので、まだ受験の勉強はしていません。受験の勉強してないけど、これから受験の勉強をしてって、で最終的に受験をするまでを動画にするってこと？はい、そうです。なかなかリスクがありますね。で、何かっていうと、果たしてその思った通りになんか成果が出るかとか、なんか正直親の気持ちからするとちょっとそういうところが心配かなって思います。はい、大丈夫？スプラトゥーンとコロコロコミックしか分かんないと大丈夫になれるように頑張ります。習い事って何やってるんですか？クモンと水泳をやっています。はあ、クモンは何をやってるんですか？算数だけです。だから算数は得意かもしれない。で、ただあとね、その思ったのは、なんかこの今までチャンネル登録してくれてる本当にありがたい人たちがいるんだけど、その人たちがなんか、なんでこんな動画に変わってんのみたいな、なんか、なんかね、その人たちになんか申し訳ないなみたいな、ね、その気持ちにはなるよね。はい、はい、それについてはどう思う？トリック動画を見てくださった方々には申し訳ありませんが、中学受験にも興味ある方は見てほしいなと思います。あ、本当。はい。あとさ、なんつうのか、そもそも勉強が好きっていうのはいいことだなと思って、お父さんが嫌いだったからね、素晴らしいと思うんだけど、それ勉強して何があるのっていうね、その先に。偏差値が高い中学校に入りたいから、中学受験をしようと思います。あ、そうなの。はい。偏差値高い中学校に入るって何かいいことあるの？僕自身は頭が良くなりたいので、偏差値が高い中学校に入りたいと思っています。あ、本当。お父さんあんまり頭良くないからさ、息子の君がどこまで行くのかっていうのは本当に。指数というか、そんなに化けるのかなっていうふうにも思うんだよね。で、一応聞くけど、将来の夢は何ですか？自分の国を作ることです。すごいね、それね。はい。国。はい。それすごいね。はい。国を作るためにいい学校に入るとか、いい大学に入るとか、そういうことなのかな？はい、そうです。でもさ、お父さんさ、なんかそこそこの大学行って普通に就職してるけどさ、はい、そんなに大金持ちになってないんだけど、なんかもっとじゃあ東大行ったら大金持ちになるのかね。それはまだ分かりませんが、今の時点では国を作りたいと思ってます。国を作る。は
自分が王様になると。まあそれも少しそんなことできるのかね。なんかやり方がわからないんだけど、その国を作るって。まあそれも勉強をしていこうと思います。あ、いいですね。なんか野心がすごいですね。はい。医者になりたいとか弁護士になりたいとかするわけじゃないんだ。はい。国を作りたいとか、国王になりたいとか。はい。そういう国王。まだわかりません。そのはい、ちょっとね、あのこの動画を見てくださってる人たちに何かね、最後に一言お願いします。トリック動画を今まで見てくださった方々には申し訳ありませんが、これからも応援してくださったら嬉しいです。ありがとうございました。バイバイ。